い、おはようございます。2日目の朝ですね。ペナン2日目、今日はですね、もうゆっくりして、もうKLに戻っていこうかなと思ってます。いろいろね、ジョージタウンを散策しようかと思ったんですけども、もうね、以前撮影とかしてるんで、今日はジョージタウンそんなに散策せずに、帰りたいと思います。途中ね、ランチでちょっと珍しいご飯あるんで、あそこ食べて、電車で帰るっていう旅になってますね。はい、それではですね、まずね、朝ごはんは、ヤムチャを食べに行こうと思います。それではよろしくお願いします。はい、それでは、到着しました。いつもの、ローカルの、ヤムチャ屋さんですね。よいしょ。はい、モーニング。やーです。あー、オッケー、オッケー。あー、スープ、スープ、スープ。あー、いやいやいやです。いやー、これがうまいですね。ここはね、小籠包があれば一番いいんですけどね。あとね、おや、おっ、そりゃあとね、あ、うん、ワンパス、どこに座ろうか。あそこでいいや。OK。うん。いや、なるほど。今、もう一度な。うん。あ、OK。やっぱ感想あれ。Thank you。ワンパーソン。あ、ポリッジ、ポリッジ。ポリッジ、どうだ。あ。どうだ。いや。あっち行けか。前はね、持ってきてくれたんですけど、かな。いや、おばちゃんに頼もう。いい、ポリッチ、ポリッチ、ポリッチ、あと、あ、ワン、はい、それでは注文できました。慌ただしいですね。こういうね、ごちゃごちゃしたところがいいんですよね、ここね。はい、それではいただきたいと思います。
はい、それでは、ホテルをチェックアウトしました。今回のんびりできましたね。はい、それではですね、これからフェリーに乗って、でそれから向こう側の陸の方のペナに向かいたいと思います。うん、そうですね、のんびりのんびり行きたいと思います。はい、まあ、このね、帰り電車で帰りっていうのはなかなかおすすめですよ。早いですね。飛行機もね、乗る時間とか降りる時間考えると結構時間かかるんで、案外これが最速なのかもしれないですね。はい、それでは、まずはフェリーで、ペナンの方に、陸の方に向かいたいと思います。はい、それでは船に乗り込みますね。もうバイクが先に乗ってて、もうなんかぎゅうぎゅう状態ですね。はい、船はこちらから、こう中の方がクーラーが入ってるみたいですね。まあ、外は良かったけど、外満員ですね。よいしょ、いいですね、窓側がいいな。よいしょ、ここに座ります。はい、それでは、マレー半島側に到着しましたね。ここからですね、4時の電車で、ケールに帰るんですけども、それまで今何時だ、まだ12時ぐらいなんで時間がだいぶあるんで、お昼食べて、ゆっくりしたいと思いますね。まずは、楽しみのお昼ご飯の場所があるんで、そこにグラブで移動していきたいと思います。はい、それでは、ペナンセントラルの8階に来たら、グラブのピックアップポイントありましたね。こちらですね。あ、降ろすのもここみたいですね、グラブさんは。うん、分かりづらいまあね、よくあるグラブいじめじゃないですけど、まあ、こういう感じですね。まあでもクーラーも入ってるしいいですね、この場所ね。はい、涼しいです。誰もいないですけど ね、はい、ね、皆さん外に出て呼んでるのかなと思いますけど、まあいいんじゃないですか、ここで。はい、それでは、待って、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。楽しみです。はい、それでは、到着しました。残念ながらこちら、2日間お休みということですね。はい、残念。いや2日間お休みはしょうがないですね。じゃあですね、適当に、せっかくここ来たんで適当に入ってみたいと思いますね。ここ何屋さんだ、ベジタリアンフードか。そうっすね、まあ、特にね、ペナン料理が食べたかったんで、ベトナムね、ああでもベトナム料理もあったんですよね、さっきね。どうしよう、なんかね、適当に見て美味しそうなとこあったら入ってみたいと思います。多分ね、市場の近くだからどうやっても美味しいです。はい、はい、それでは、いろいろ回ったんですけど何もなかったんで、お隣のお店に来ました。ミックスライスがあるんですね。ミックスライスにしようかな。座るとこあるかな。ここで食べてみたいと思います。はい、それではごちそうさまでした。いや、美味しかったっすね。ただね、庶民のランチでぎゅうぎゅうだったんで、ビデオは回さなかったです。はい、さすがにね、忙しい時ね、ビデオ撮ってたらイライラしますよね。で、さっきね、ついでにちょっと疲れてるんで、ベトナムのマッサージ覗いたんですけども、エロマッサージだったんで、今回やめておきました。はい、ね、ちょっとね、そういうの今日必要ないですね。はい、それではですね、ペナンセントラルに戻って、ゆっくりしたいと思います。もうあそこのフードコートでゆっくりするのが一番いいかなと思いますんで、はい、あそこでちょっとゆっくり、何時間、3時間ぐらいですけど、ゆっくりしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それでは ETS ですね、こちら。
マレーシアの、高速鉄道ですね。なんていうのかな、エレクトリックトレインサービス ETS ですね。はい、こちらですね、今日はこれに乗って、ペナンから KL セントラルに戻りたいと思います。大体4時間ぐらいですね。はい、で車内はこんな感じですね。ちょっと入ってみますね。これ E、 今日 E なんで、よいしょ、おトイレで座席こんな感じ、まあ普通ですね。はい、いい感じです。それではですね、こちらに乗って帰りたいと思います。よいしょ。